ママチャリの人がですね、逆走してですね、信号無視していたんですね、このママチャリの人ね。おばさんなのか、多分おばさん、お姉さんかな、なんかお姉さんにしか見えなかったんですけれど、その人がですね、僕にですね、逆ギレされたんですよ。僕、その時運転手、ドライブレコーダーに、映ってはいないんですけどね、はい、ドライブレコーダーで持ってて運転をしててですね、そしたら、その人がですね、信号無視してですね、逆走していたんですね、自転車で。逆ギレされたんですよ、はぁみたいな顔されて、こっちが言いたいよっていう感じなんですけどね、はい、それはこっちのセリフだよって言いたいぐらいだったんですけど、怖かったです。なんか殴られないかなと思いました。はい、もう本当にね、向こうは悪いんですけど、まあ本当にね、人のせいにする人なんか妙に多いような気がしますね、最近ね。はい、まあ人のせいにしたい気持ちはちょっとわからなくもないんですけど、あなたがルール違反、法律違反してますからね。はい、なんで逆走したんですかって言いたいんですけどね、自転車だから許されてるって思ってるんですかね。いやー、ちょっとね、自転車はあれですよ、車と何ら変わらないと思うんですけどね。はい、まあエンジンとかがないだけで、はい、車と何も変わらないと思うんですけど、まあクソの人はなんかね、逆ギレしたんですよね。はい、別に僕は何も悪いことはしてないと思うんですけどね。はい、まあ C って言うならばネットで流出したぐらいですかね。はい、まあそういうことをしたぐらいだと思います、悪いことしたのは。はい、だけど僕よりあの方、逆走したお姉さんの方が悪いことしてるような気がします。はい、なんていうのっていうのそうなんですけどね、はい、冗談なんですけど、僕はその運転手ではございません。はい、冗談のつもりで言ってるので前に受けないでくださいね。ここからはまあね、僕はかりゆし龍神って言うんですけど、かりゆし龍神ですなんですけどね。はい、まあなんかママチャリの人がですね、なんか信号無視をして逆走して逆ギレをしたみたいなんですね、その運転手にね。そういう例で、なんかしかもネットでその逆ギレした女の人の顔まで、名前までなんかね特定されてるみたいで、なんか住所までね特定されていて、まあなんかやりすぎなんじゃないかっていうのがあってですね、まあなんですけどね、まあ確かにこれね、なんかそのママチャリの人は悪いことはしてるっちゃしてると思うんですけど、まあしてるかな。はい、してるんですけど、だからといってね、これでネットでそのドライブレコーダーの動画をね、ネットで流出するっていうのは、やっぱりなんかやりすぎじゃないかなってもちょっとあるんですけどね。モザイクかけるならまだわかるんですけど。はい、まあなんかさらにはね、これでなんか拡散している人が、まあ、いて、住所とかね、名前とかね、その人のなんか親族とかねまでなんか晒そうとしていて、なんか怖いなと思いましたね、そういう人ね。それはね、それもやりすぎじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあね、ママチャリの人は、まあ、逆ギレしたっていうことですからね、まあ機嫌が悪かったのかどうかわかんないんですけどね。はい、まあ本当にね、まあ、くれぐれもね、自転車乗る際にはね、まあ、これ僕が言うのもあれなんですけどね、僕自転車最近乗ってないからあれなんですけどね、
まあ、自転車乗る際にはね、まあ、信号無視はしないで、逆走もしないようにですね、ルールは守ってやった、まあ、運転した方がいいと思いますね。運転っていうのかな、自転車も。はい、では終わります。